リムナデスのカーサに倒された氷河だったが、一騎が血止めの急所新王天を突いたことによって息を吹き返し、北氷洋のマンモスピラーへと走った。そこに立ち込めていた陶器は氷河には身に覚えのあるものだった。お前はアイザック、生きていてくれたのか。俺はあの日のことをお前に何と言って詫びればよいのか。戦場で何を寝ぼけたことを。俺は北氷洋の柱を守るジェネラル、クラーケンのアイザック。来ないならこちらから行く。アテナのセインと言う。アイザック、俺はお前のことをただの一度も忘れたことはなかった。覚悟しろ。はい、ドロー。お前とシベリアの氷原で共にセイントの修行をした中、正義感にあふれ惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどだ。修行でセイント同士の2機やらせ直した。俺は直接もはやアテナの地上の支配者たる力なりと理解しよう。新たな時代を築く日が来たのだとな。何をためらっているのか。やはりお前は昔のままだな。正義のためではなく、海に沈んだ母親愛沙さにセイントになるとほざいたハマちゃんのままだ。マーマに会いに行こうとしたのだ。潮流に飲まれた時、お前は身代わりになって俺を助けてくれ。その顔の傷はもしやあの時の。そうだ、あの時はさすがに死を覚悟。伝説のクラーケン、俺を救ったのはポセイドン様の大いなる意志。おう、前意志発動よ。ダイヤモンドダスト、パーフェクト、ウィナー。これで昔に戻れるか。増票がいくら集まってもセイントには無力。今日いつまでこのアイザックを相手に手を抜いたまま戦っているのだ。くらえ、クラーケンの一撃を。あいつ最後まで全力を出さなかったな。俺への借りを死をもって償ったんだ。だが本当にそれでよかったのか。氷河よ、氷河！チビ、お前か。ちょろちょろとライブラのクロスを運んでいるのは。その箱をこちらによこせ。やない。誰がお前なんかに。俺は敵ならば微塵も容赦しない。こんな風にな。クロスを渡せ。その箱ごと吹き飛ばしてもいいんだぞ。されたって話すもんか。みんなが命がけで戦ってるんだ。オイラだって戦う。それでいつかはムーン様みたいな立派なゴールドセイントになってみせるんだ。その夢は今ここで消える。体ごとぶっ潰してくれる。アイザック、氷河、お前まだ。よく頑張ったな。俺があいつを倒すまで体を休めておけ。今俺を倒すと言ったのか。アイザック、お前は以前死んだ母親に会いに行くのは自分だけのことだと言ったな。ならばお前に命を助けられたこともこの氷が個人のことだ。いかに借りが大きいとはいえ、個人のことで地上をポセイドンに渡すわけにはいかない。多くの人々のためにセイントとしてお前を倒す。
なんだと？ヒグナスのクロスがゴールドに光っている。俺のクロスには神ウたちの魂が宿っている。ゴールドセイントの血がこのクロスを蘇らせてくれたのだ。受けろアイザック、この氷河の剣を。おい氷河、ファイト。俺を倒す。ダイヤモンドダスト。やるさ。我が死に教えられたようにクールに徹して敵を撃つ。お前の今の実力なのじゃアイザック。真の力は正義に宿るものよ。そんな汚れた建物は今のこの俺は倒せる。クールに徹して敵を撃つ。同票がいくら集まってもセイントには無力。氷河、見事だ。やっと敵に対してクールになれたな。アイサック、これでまた昔の友に戻れたか。早く柱を破壊しなければ。これで北氷洋の柱も片付いた。最後に友として一つだけ忠告しておく。一番恐るべき男はポセイドン様ではない。しっかりしろアイザック。いいか氷河、決して油断するな。この戦いを目論んだ真の男、お前たちもよく知っているあの。何？今言ったことは本当か、アイザック？アイザック。